赤谷今五市に、猿ヶ京の温泉街を望む猿ヶ京温泉は、群馬県利根郡みな町にある温泉である。ダム湖である赤谷湖のほとりに16軒のホテル、旅館が存在する。それ以外にも、温泉民宿が多数存在し、それらを含めると、約40軒の施設が存在する。日帰り入浴専用施設は1軒存在する。と、満天星の湯である。 宿泊施設でも日帰り入浴を行っているところもある。関所跡の日山又ダム温泉の発見は約400年前とされる。平家油田説によれば、猿が大やけどを負った子供を温泉に入れて助けたとされる。また、猿ヶ京の地名は、上杉謙信の命名とされる。更新の年、猿の月、猿の日に、 猿年である謙心が縁起の良い夢を見たことにちなんで地名を猿が京と改め、後に漢字が現在のものに変わったとされる。ただし、温泉の名前は笹の湯または湯島温泉と呼ばれていた。1631年、三国街道の関所として沼田藩によって猿が京関所が設置された。1958年、 相またダム建設により、温泉地がダムの固定に沈むことになり、現在の温泉街が存在する場所へ移転した。その時から、温泉名も猿ヶ京温泉を名乗るようになった。ダムの建設により元の温泉がダム湖に沈んだ温泉には、他に、日中温泉、鶴の湯温泉、塩の葉温泉、大木温泉、大潮温泉などが存在する。 2005年10月1日の水上町成立に際し、大技が、猿ヶ京から、猿ヶ京温泉へ変更となった。沼田市、丹原、追上温泉、猿ヶ京温泉、関越交通、2015年4月21日閲覧。沼田駅2番乗り場、高戸高原駅3番乗り場時刻表、関越交通、2015年4月21日閲覧。 ありがとうございます。